あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。いやちょっと頭痛でありますが、また季節の変わり目といいますか、まあ、台風も来たりとか、あと夜が早くなりましたね。6時ぐらいに、前までは6時ぐらいだ、夏だとまだ明るくて、で7時まだ明るくて、8時ちょっと暗くなったかな、8時半ぐらいにはちょっとだけ、夕日も蒸し沈んで、まだでもそれでもちょっと青さが残る、そういう感じでだったんですけども、今もだいぶ違いますね。やっぱり季節、あ、すいません、デコボコトラベリングのリョートです。よろしくお願いします。まあそうですね、やっぱ季節の変わり目といいますか、まああれですよね、まあ夏の時はですね、6時ぐらい、まあまだ明るかったんです。で7時になっても、まあ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 秋だと、まあ7時だと、秋だと5時半ぐらいの感覚なんですね。5時半。でも夜になって、あ、すいません、今日ゲストをお迎えします。帰りがですね、急に、まあ季節の変わり目といいますか、台風とか近づいたらですね、頭痛が痛くなるんです。なのでちょっと頭痛が痛いので、今日帰りが急遽お休みということ、まあまあしょうがないですよ、季節の変わり目ですから。うん、なんて言えばいいんですかね、夏だと6時までが計算です。計算です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。友達は健吾でーす。ラッキー、イエーイ、 my friend tomorrow、 イエーイ、お願いします。お願いいたします。マイフレンド、トゥモロー、イエーイ、イエーイ、イエスタデイ、イエスタデイ、トゥモローは明日。はい、はい、始まりました。よろしくお願いします。急遽ね、ケンさんを呼ぶことになりまして、そうですね、よろしくお願いいたします。頑張れて飛び出てですけども、あ、ね、ハクションみたいなね、はい、そうですね、季節の変わり目で別に頭痛くならないですから。あ、そうですか。台風ですからね、低気圧が痛かったんでしょうけどね。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ久しぶりですね、ケンさんとはね。そうっすね、うんうん、まあまあ、まあ、でも先月ぐらいやった、一緒に。あ、そっか、あれはケンさんたちのラジオ。あ、そっかそっか、俺水曜日来るの久しぶりで、暇だったから遊びに来たっていうだけの話で、はい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 、そうですね、まあ、そうそうそう、うん、ありがとうございますね。どう、最近は。いや、もう本当にありがたいことに、うん、今日32歳になりましてね。誕生日今日、はい、うわー、ごめんなさい、こういうの把握、いや、スケジュールはちゃんと書いていないんですよ。いや、僕もめちゃくちゃいい一日過ごさせていただいてます。いやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、分かってましたよ、どのタイミングで言おうかなっていうそうですよ。いやいやいや、何歳ですか、もう今32です。32ですよね、はい、いや35とかだったら、はい、分かりやすいけどな、ね、分かりやすいです。32だから分かりにくいよな、ま、分かりにくいかなっていう、うん、分かってましたよ。スケジュールもちゃんと書いてたんです。はいはいはい、うん、いや全然いいです。いや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 、書いてはいたんですけど焦り方えぐいな。そう、いやだってそうじゃない、いやだっていろんなね、先輩とか方も結構、うんうん、ちゃんとスケジュールとか書いたりして、はい、ちゃんとやってくるじゃないですか、はい、誕生日おめでとう、はい、みたいな、はい、そうね、書いてはいたんですけど焦り方すごいな。いや別にいいっすよ。いや LINE も悪いっすよ。 LINE も、 LINE もだって LINE も普通だったら、うん、誰々誕生日近いですよっていう連絡が来るじゃないですか。来るね。 LINE 側が出してなかったか、俺多分誕生日載せてないかも。あ、それですね、ケイさんのせいですね、うん、これがちゃんと載せてたら、うん、そんなことごめんなさい。ダメだ。いや、いいっすよ。ダメだ、対抗できなかった。いやいや、もうだから、ま、昨日の0時を迎えて32になりまして、うわ、午前0時を迎えましたか。午前0時を迎えましてね、もちろんのことですけど、台風近づいてますけどもね。すいません、いや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 、そう、
いい締めくくりすだから、その、ま、お昼はちょっとあの事務所で、うん、作業があったんで、昼間ちょっと事務所行きまして、はいはい、マネージャー陣に、うん、あおめでとうございますって言われて、ありがとうございますみたいな話して、あでその後ちょっとお友達とこうダーツを投げに行こうという予定があって、ダーツ投げまして、うん、で今日1日の32歳始まりの1日誕生日の締めくくりを亮斗君と一緒にラジオですから、あ僕はもう全然もういやそれも計算はしてました、はい、はい、計算してました、うん、やっぱり、はい、やってましたですよ、ね、やっぱね、うん、だから、はいはい、いや気づいたでしょ、だって今日、うんうん、俺迎えに行くって言ったじゃん、そう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 、うん、あのだっていつも俺が迎えられる側なんだから、うん、うるま市までわざわざ来て、うんうんうん、なのになんか急に、うん、いつもはそうやって今朝来て、うんうん、お家とか言うのに、うんうん、今日いきなり LINE で、うんうん、あの今朝あの拾いますかみたいな、今日ピンチヒッターでお願いしたいんですけど、うんうん、あのついでにお家まで来ま ますかって言ってそうそうそう行ってあの行ってくれてたから、そうそうそう、で、うん、ケンさんはそういうダーツとかいろいろ友達とのあれがあるから、あのいいよって言ったけど、うんうん、俺その時にはもうケンさんのお家いたよ、怖っ怖っガチで怖っ、ごめんな、うん、もうそれはごめんな、 お家まで入ろうかなと思って一回ちょっと休憩してからお家で俺ん家で、うん、うちの弟とか多分いれんはずよちょっとお茶ご飯出してもらってからちょっと、うん、ごめんね、わったやチャーゴはないからよ、うん、っていうあの本当に偶然で、はいうん、偶然し本当に偶然、あそうっすか、うん、ありがとうございます、いやこちらこそおめでとうございます、なんか抱負とかあれば教えてもらっていいですか、抱負ですか、うん、行きましょう、そうっす、長く行きましょう、長く行きましょう、32も、ね、全力で行きましょう、とりあえず32歳生き抜くことを、そうですね、あそうですね、うん、あと円盤の1回戦を通るこれは本当にそうですよね、時間もないですから、言うても32ですから、ね、32ですかね、まあ、まあまだ芸歴的にもまだ組んだばかりだからまだ大丈夫ですけど、そうそう、僕の同級生とかもみんな結婚したりとかね、うん、まあ、子供いたりとかね、やってますけど、ね、そうです、本当にね、インスタのストーリーとか、インスタのストーリーとかでも言いますけど、生まれました、生まれましたとかね、何歳になりましたとか、結婚しましたとか ね、そうですよね、もう僕はね、もうアプリを全部消しました、そうっすか、僕はそれを見て、僕はまだ32で何をやってるんだろうかと思いながら、そうですよね、まあ、夜中の2時が一番不安定になる状況になりますね、夜中の2時がでも僕たちあの活動時間じゃないですか、あそうかそうかそうか、はい、まだいいのか、まだ大丈夫ですね、あの朝みんなが仕事している中、あの、はいはいはい、昼ぐらいに起きた時に、はい、終わってんなと思うとか、あの朝まで飲んで、朝まで目覚ましテレビの占い見て、別に獅子座最下位でも別に俺今日どこにも行くこともないからな、けないクソクソクソ、ね、クソな、そうですよね、アダルトサイト開いて終わりですね、終わりですね、そうですね飯食ってアダルトサイト見 て, 飯食って寝て、起きて起きて飯食ってアダルトサイト見 て, 見て寝てね、これを1日で2分に、ね、本当に最悪ですよ、本当に我々は我々は本当に何をやってるんだろう、そんなもんですからね、気にしないでください、ね、いやいやいや、もうありがとうございます、読んでいただいて楽しいです、はい、いやもういいんじゃないですか今日は、何がこれでこれでこれで終わってもいいんじゃないですか、もう終わりますか、もう本当にねいやもう喋り切って32をちゃんとスタートしましょう、僕はじゃあ、あそうね、うん、今日喋り切ってね、僕もだって気づいたもん27ですよ、ケンさんと会った時って18区いや、ガチで会ったっていうか、まあおしゃべりはしてないけど、うん、出会ってたのは17ですよ、フレッシュの時ですか、フレッシュ僕が1年ぐらい、あの前かな、えあ、あ、ちょっと待ってよ、僕1年目でフレッシュの時じゃないですか、だからの時俺たちも出てたっけ、なんかいた気がする、いなかったかな、でこぼこと、いやその前も僕たち一緒出てはいます、その前は僕 FEC に立つ、ああじゃん、まあ、そっかそうです、僕たちは17歳の時ですね、うんうん、12月覚えてます、 F ライブが初めてのライブでしたね、はいはい、ああでしょ、うんうん、俺その時全然もう FEC 見に行く側だったから、ああ邪魔だってことなのかな、うん、まだまだで俺が1年目で、うん、入ってで俺がフレッシュ出て、フレッシュ出た時に、うんうん、多分一緒に予選受けてるだけでしたね、見かけたぐらいでしたから、そうですね、喋ったことは、まあ、なかったですもんね、喋るって言っても、うん、もう喋ったって言っても芸歴3ぐらい、まあ、ちゃんとドライブとか行ったのってここ5年ぐらい、ここ、うん、そうだよ、2020年ぐらいですよ、だコロナなるかならんかならんかぐらいの時に、じゃあ本当にそっから仲良くなったのは、それまではほんと上辺だけの関係で、あ本当にね、これ何も言えないですね、これごもっともない意見ですよ、これは見かけたら挨拶する、挨拶ぐらい、あ疲れすーって言って終わるだけ、ね、
ケンさんと心を開くのは時間かかりますよね。そうですね、僕も人見知りですしね、はいはい、お互い壁をね、あの、はい、壊す作業から、そうですね、最初はあの金槌カッ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 カってだんだんユンボとか取り入れてって、はい、最終的にダイナマイトで破壊したんですよ。破壊したお互いの考え、はいはい、その方が早かったんじゃないかと、ね、最初から、はい、ダイナマイトで破壊する、はい、てか壁壊して、うんね、壁壊して両と仲良くなったかなと思ったら、うんうん、そっから地下に続く階段があったんですよ。そうなんです両との心って書かれた地下に続く扉があって、でやっと扉まで開けたよね。開けた。そしたら今氷付けにされてる状態だから、俺がいやいや、それから地下100階層あるじゃないですか。あ、そうそう、氷付けして両とかなと思ったらダミーで、ダミーの両といてね、うん、でこうなんで、うん、グーグーでこうやってやってて、うん、そしたらあの、うん、鍵があってね、この両手開けて、この鍵を持ってまた地下100階まで来て、地下今、うん、あ、そうですよ。で 今地下何階まで来てるんですか。今5 あと95ある、うん、あと95ある。地下、うん、長そうそうそう、でやっとたどり着いたなと思ったら、うんうん、やっとまた両手が眠ってる。10階層ごとにボスキャラいるでしょ。そしている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 でしょ、うん、しんど倒すの大変大変でしょ、うん、うわー、アイケンハッピーが、ハッピーラスボスだもんね、うん、二足歩行で歩いてからマニュアルの免許持ってる。あ、そうそう、アイケンハッピーはね、うん、まあいろいろね、しつけをした結果、うん、二足歩行になりまして、今あの、自練に通ってまして、ね、MT の MT マニュアル、マニュアル取ってね、そうそうそう、うん、そのまま西まで取ろうとしてるんだよ。そうそう、西まで一応ね、うん、西と、うん、西までは取ろうとしてるんだけど、うん、だってあの最初あれ、うん、なんだった、タクシーじゃなくて代行、代行やるとして、代行サービスやろうかなって言ってたけど、あれもう老犬だから、うん、夜は無理ってなって、あ、なるほどね、うん、早朝専門でじゃあ、そうそうそう、やろうかなって思ったけど、まあ喋れないという、なるほどね、うわ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 って、それでなんで自練は通えてる自練はね、まあまあ仮面が大変だったって言いますけど、そうだね、確かに、うん、あの筆記が大変って言ってましたね。ああ、そうすか、そうですよね、書けないですもんね、書けないですからねどうやって答える、口でどうにか、あ、口でどうにか、こうやって丸をつけながら、あ、そうすか、まあ、じちゃ手使えばじっちゃじっちゃ良かったんですけど、まあ、まあ大丈夫ですか、じっちゃは全然大丈夫ってことでね、はい、まあ、次大型バイクまで行くってことですよね。あ、もうあの船の勉強今取ろうと、船舶行くんですか、船舶まで行こうかな、いつ かじゃあハッピーが運転する、クルーザーとかでお出かけしたりとか、あ、もう一応カニ漁船、カニ漁船、うん、カニ漁船、カニの漁の、うん、だってあの飼い主が全然売れない芸人だから、うん、あ、そっか、もうだってお母さんの次にハッピーが偉いですから、うん、そうっすか、はい、そうっすか、そうですよ、お母さん、ハッピー、妹、リョートの順番ですか。妹、うん、草花、リョートです、うん、あ、一回植物さんの、はい、あの庭の草花、庭の草花も家族と見た場合、はいはい、見た場合僕はもう最下層なんだ、うん、本当に、うん、の次にコンクリートですか、うん、あー、なるほどね、はい、うん、そら氷漬けにもなるわな落ちてないわよ今まで落ちたかなと思うけど、落ちてはないのよ。いやいや、まあ、はい、年を重ねていい、ね、そうですね、はい、うちら愛犬のハッピーも年ですから、ハッピー毎犬年ですからね、もうだってもう13年ぐらい生きてますからね。人間で言ったら何歳ですか。もう80、90ぐらいになるんじゃないですか。だいぶ老犬ですね。はい、最近はもうあれですよ、うん、前もね、キャンさんね、ラジオでも言った通り、うん、最近ネットフリックスにハマってまして、うん、ハッピーハッピー、あ、そうそう、家族プランで、あの家族プランで見れるから。おっさん飼ってるお前何見てんの。101匹ワンちゃん2匹目なろうとすんなよ、うん、なれんかったあいつ誰飯やんじゃないか、無理だばよ、ちくしょう、色が違う、あとネットフリックス101匹ワンちゃんないだろディズニープラスだろ、あれ入ってるの。わからん、ディズニープラスって入ってるからね、うん、ディズニープラスも入ってる、ユーネクスも入ってるよ、ユーネクスも入ってるんだ、うん、FOD も入ってるし、ね、FOD も入ってるんだ、アベマも入ってる、アベマも入ってるんだ、こっち料金プラン全部俺にお前に決済行く、やべえよ、やばいな、うん、怒った方がいい、一回それ怒ったよ、うん、そしたら俺はカニ漁船やるから、うん、結局お前が俺に借金することになるから、うん、今だけだよって言って、俺がクーッつ、お前犬やしお前がクーッ、俺はハッピーの犬だからうまいこと言わなくていいよ別に、言ってないよドゥーで言った場合よ、今日楽しいなやばこいつ改めてお誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に、なんか欲しいものありますか。お金、あーすっごい大丈夫、キャンさんとキャンさんが混じってしまった、安心して、何、金融機関後から行くから、行かんでいい、行かんでいい、安心して、行くな行くな
いや、何もいい、大丈夫です、大丈夫です、気にしないでください。いやいやいや、年を重ねていくも、あ、だからケイさん、ケイさんがさ、あ、これね、だから今また北海道フェアやってるからよ。それな、そうそうそう、それな、僕も情報は得てますよ。じゃあちょっとね、この情報僕持ってますよ、はい、顔買いました、ビール顔ね、今度買いましょう、ケンさんが好きなね、はいはい、あ、おもちゃのお金でもいい、ゲン生ゲン生、本当にお金がね大事ではあるよね。ゲン生で180万ください。でも、ね、おもちゃのお金さ、昔、はい、札のやつが100均とか売られてたさ、あれを買ったことあった。あ、ちょっと金持ちになった気分になる、金持ちの気分になる。働けって思った、まあ、後から自分で、これは、あと1万円をなんかで下ろした時とかにさ、両替されてさ、たまにさ1000円札を下ろされる時ある、はい、そうそうそう、あの時ちょっと嬉しいもんな。それ間違ってからさ、あれなんかボタン押したらなんかそうなんだよな、全部1000円になるみたいな、うん、一回10万下ろしたから全部1000円札でさ、わーってなったあれはあれでいいですよね。いいですよね、うん、あ、僕のね、はい、お友達の後輩である、うん、のジトーン、ね、どっちどっち、お友達の後輩お友達の後輩、お友達の後輩はなんか遠くないですか。そうそう、実際友達なの、友達の後輩、うん、うーん、違うでしょ、うん、後輩だけど、まあ、実質お友達、お友達っていうジトーンね、ジトーンはもともと FM 技能やってたり RBC とかでも ねやったりとかいろいろやったりして、僕もちょっと知ってますけど ねジトーンと、うん、だからさ、先週一緒にね、うん、飯食いに行ってね、あ、そう、うん、いいね、楽しかったね、いいね、うん、お友達ね、お友達、芸人とばっかりいてもダメですからね、ぶっちゃけね、じっとーはとっても面白い、次またゲスト出させたいぐらい面白かったね、いい、うん、今もね、あの夢に向かって頑張ってて、あ、そうなんだ、うん、一緒にハンバーグ食ってね、はい、なるほどね、うん、嬉しかった ね、コメントも来てますよ、お、コメントも読んでいきましょうか、うん、高坊さん、高坊さん、ね、名古屋のダンサーズさん、なーちゃん、あ、ダンサーズさん、はい、ティンクルちゃん、ティンクルちゃん、はい、あと響き選手、シェイシェイ、ジトーンね、はい、というメンバー、ありがとうございます。いつものあのやりやすいメンバーでございますね。一面がね、ありがとうございます、ね。本当にね、もう本当、はあ、台風来たらバイトもできんからさ。まあな、困るわな。俺はたまたま今日休みたまたまというか、うん、なんか誕生日ぐらいバイトしたくねえなと思って休みにしてたんですけど。うん、え、明日からバイト？明日またバイト。あ、そっか、大変だね。全然。全然バイトですよ。なんかさ、誕生日で悪いんだけどさ、うるまし来て。今日？うん。お酒飲もう。いいよ。いやーいやー、ごめんよ。ここはちょっと断ってよ。でもその気持ち受け止めます。なんだこいつ。お前が来い。いやだー。いやだー。嫌な後輩ですけども。いやいやいや。ですよ。どっちでも。あ、なんか最近さ、うん、思ったのよ。うん、もう本当に我々、はい、早めに結婚した方がいいね。いや、どうでしょう、ね、そうね、どうでしょう、その結婚云々の前に、うん、そのお相手を探すところから始めていけないじゃないですか、我々の場合は。はあ、そこですか。この賭けがあるじゃないですか、うん、もうキャンさんは審判に回って、あ、そうね、昔はね、彼女できたら叙々苑をおごるっていう約束をしたのに、もう、ね、なんか気づいたらキャンさん審判になってたからね。キャンさんもだから、あの、うん、年齢的なあれと、年齢制限、年齢制限かかっても、あの、うん、今審判側に回られたんで、もう白と黒の洋服、白と黒の洋服着てやってるんですね。もう俺は枯れたよ。キャニアも枯れたらしいので、あー、もうそんな早すぎるだろう。っていうか聞いて、俺の友達みんな結婚しちゃった。やばくね、目いったるやし、こいつ全員結構しちゃった。あの俺のその、まあ、先週こっちで話、明日も一応元志くんには報告するんですけど、うん、ちょっとあのフライングで喋っちゃいますけど、うん、内容を元志くんは多分聞いてないと思うんで、うん、先週ね、そのラジオでこっち話してて、うん、僕が先週このラジオ行く前に、うん、近場のローソンで、はいはいはい、コーヒー買ってたんですよ、うん、いつも買ってるカフェラテ、うん、買って、こっち来ようと思ったら、はい、高校の同級生がいまして、店内で、俺外でタバコ吸ってから行こうと思って、うん、そしたら、あ、店内にいると思って、ああ入れ違いだったんだと思って、はあ、声かけようかなと思って、でこいつがあのアメリカ人の彼女と付き合ってる前ちょっと話したっていう子なんですよ、いいね、でこうパッて店内見たら、うん、横に女の子いて、うん、でお話ししてるんですよ、うん、で、ああと思って、うん、彼女かなと思ってよく見たら日本人の女性を、おほうほうほう、あれ
あれと思って、はい、これちょっとあ見てはいけないのかなみたいな、ちょっとお遊びしてらっしゃるのかな、うんうん、まあまあ別にいいんだけど、うん、そのね別にバラすわけでもないし、はいはいはい、別に、はいはいはい、と思ってまあまあ店内行って声かけようかなと思ったら2人とも酔っ払っててだいぶあ、はい、であのだいぶイチャついてたんですよ、あれ、うん、コンビニの店内でこれ大丈夫かな、あらまと思って、うん、もう俺でも時間もあったからラジオ、うん、でもう出て声かけないで、うんうん、で、LINE だけ入れといたんですよ、はいはいはい、お前なんか店内いたみたいな、そのどこどこのローソンいた、うん、いたみたいなね、うん、そしたら次の日あの LINE 来て、はいはいはい、いたよみたいな、うん、いたのみたいな、うん、いたけどなんかお前知らん女とイチャついてたから俺も声かけないで、あの出たよって言ったら、うん、ああそうそう俺離婚したってばって言われて、まず結婚してること知らないんですよ、はいと思って、なんだこいつと思って、もう年を重ねたらここまで行くことになるんだね、はい、なるのと思って、うん、お前一回アメリカ人の彼女と結婚して離婚したんと思って、なんなんこいつと思って、何それおもろすぎるだろお前と思って、びっくりしました。あれはなんか最近知り合った女の子とイチャイチャしてるらしいです、ね、まあいいんじゃないですか、フリーなんで、まあね、悪いことではないんですけど、もうね、うん、まず結婚したこと知らなかったし、なんかそうだよな、だから俺インスタとか見たら結婚報告がもうとかうね、子供の生まれましたとか、うん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 、ね多いからね。俺もインスタはね同級生誰とも繋がってなくてほとんど、うんうん、はい、で基本的にはもう見る線で、うん、僕のインスタに出てくるのは車とホイールと、かっこいいカスタムされた車 と、うん、あと洋服の情報ほぼのみ、はいはいはい、となってます、はい、やっぱ頑張ろう金さん、頑張っていこう、うん、もう疲れた終わったよ、俺も審判に回ろうかなあ、俺もやば、早せるピーレットカード退場ってやる何人退場させるの、俺恨みつらみだけで退場させるだろこれ。もうだってあれだよ、俺の友達もう本当に全員結婚しちゃって、うん、仲良かったメンバー全員ね、うんうんうん、もうだって最近結婚した子も、もう子供が生まれてだし、うん、そうね、みんな結婚して、唯一結婚してない友達帰るだけだろうん、あいつだけが希望だよね相方だけが希望だよな、マジでな。あいつもでもなんか知らんうちに結婚して知らんうちに離婚してたじゃん、あいつもなんかあいつ言わないからさ、言わないから、うん、絶対分からん、うん、俺は知らんうちにあいつ離婚、うん、最近俺離婚したんだけどって言ったのに、ってなる言いそうで、そういうタイプさ、あれなんか分からん、帰りは、うん、まあいないし、うん、絶対にもう俺だって何年の付き合いだからもういないと、うんうんうん、思うけど、うん、あいつ本当に言わんか分からん俺は、ね、もうで俺も多分言わんから、うん、俺も言わないよもう、ねえ、うん、びっくりするよね、うん、で俺たち友達もみんな言わんからさ、あ、はいはいはい、え結婚したのとか、彼女できても言わないですからね、そうね、もうまあ、あいつはいないだろうけど、ね、まあね、分かんないですけどそれはね、もう大丈夫じゃないですか、でも気づかないうちにバツイチになってたら面白いですけど、ね、面白いね、それはそれで面白いんで、俺もどうする、うん、息子ですって言って成人迎えた息子を連れてきたら笑う笑うえっつってずっと隠してた、うん、すごっていうやつだ俺、それで一回も気づかさないんだったら、うん、すごいって、逆にすごくない、それはすごいよね、うん、やろうそれ、俺は元死にやろういやもう切れるはずない、死に泣いて全部体の水分全部なくなってから、うん、なくなって半分ぐらいになって、うん、でいなくなるんですよ、いなくなっちゃうかも、めっちゃ切れるはず、あれいなくなったもんですよね、な可能性ありますよ、まあまあ、まあ、うーん、もう無理じゃないですか、女だけじゃない、友達同士で報告し合うの、そうですか、でもね、あーどうなんだろう、まあ、うちの友達は報告し合わないと怒るので、うん、ああそうなんだ、そうそうそう、ちゃんと報告だって、それ最近だからライちゃんとも仲いいから、うん、みんなが分かると思うねライちゃん、うちの、うん、友達の、うんうん、ヤンキーっぽいライちゃんがいるんだけど、はいはいはい、ライちゃんは所長、俺が芸人で忙しいから、うん、で所長ごめん今日は無理って言うから、うんうん、もうあいつお家来るようになってよ、どういうこと、両と今日暇って言う前に俺の車があるか確認してわざわざうるましまで来て、うん、ハイエース目の前に止めちょん
横付けして、うん、で両ととりあえず車あるかいるないるな、うん、横付けしてで何があれってだから俺今日無理だよって言えば、うん、あもうあそっかで進むと、うん、なんかね、うん、そういうのも考えて、うん、あいつ子供みんな連れてくるから子供いるんだまず、うんうん、子供も3人目あそう、うん、ほいで子供連れてきて一緒に、うん、もうで両と兄ちゃんと遊ぼうねそう、って、うん、お前いいように使われてるでしょ本当にね、面白いな、すごい友達連れてんな、ライちゃん、ね、お前ライちゃんと一緒やしやってること今日俺んち来てたんだろうだ、りょうちゃん、りょうちゃん、りょうちゃん、やってること一緒やん、友達だもんお前は、お前は先輩じゃない友達だ、いいけど、友達、いい先輩思ったよ、友達なんだけど、いや怒らない。うるましすぎるってみんな友達、うん、チーム友達チーム友達チーム友達すぎるだろお前先輩うんチーム友達友達いっぱいいるわ友達なよかったわまたなんか機会があったら、うん、キャンさんたちとかとも、うん、みんなでねあの忘年会みたいなのしたいですけどね軽くやりたいですね確かにねいつもと同じこのメンバーでねメンバーでなやりましょうよそりゃいや楽しいよな本当に楽しいですねありがたいわなんだかんだも30分近く喋った結構喋ってるねだから、うんうん、またさライブはあるから、うん、日曜日に、はいはい、あケイさんうん、ライブの数送っていい後から告知していい、うん、はいはいあキャンさんにねキャンさんにちょっと機材持ってくる OK、はい、なるほどねうんうん、日曜日あるんですよはい漫才ライブがああそうっすねそうだからありがたいことにだんだんお客さんが、うんうん、来てくれるっていう、うんうん、ねなってるのでちょっとだけ今、うん、口頭でも告知しましょうね、はい、9月22日の日曜日に、はい会場が、うん、まあ会場がつぶや演劇場重ねというところでやります、はい会場が18時30分開演が19時になっております、うん、料金が大人1500円で、うん、高校生以下が1000円になっております、うん、でこのライブは M1 2回戦に向けた、うん、ブラッシュアップネタをやるんですけど、はい、あと昔やってたネタも1個やりたいなと思ってるのと新ネタ一応2本やろうと思ってて、うん、いいっすねちょっとねこの新ネタも、うん、仕上がってきてるの で、 いいです、ね、もしよければ見に来てくださいよろしくお願いします、はい、お願いします、ね、でトークライブもまたやろうかなって、うん、トークライブもやる考えてます、はいはい、これはまた決まったらってことで、うん、トークライブはちょっとねまた近々早めに動こうかなと思ってます、はい、いいですねトークライブ結構楽しかったからねトークライブも楽しいよねトークライブね、うん、僕見てるの大好きなんで何がね気がかりだったっていうと、はい、2回目のトークライブね、うん、めっちゃ盛り上がってこれ今日お酒飲みながら見ようと思ったら、うん、中地が録画してなくてあいつまたあそっか行ってなかったかあ俺だから行けなかったんですよあそっかそっかあの時じゃあだからこのトークライブめちゃくちゃ盛り上がったわけ、うん、ねシェイシェイも見に来てたから、うんうんうん、ねマジで盛り上がったっけでみんなお客さんも一丸となってうわーってなってで最後デコボコトークライブ終わる前に告知で次いついつライブやりたいんですけどつってデコボコ特殊なのがみんな抑えれるようにはいスケジュール今出してはい今出してつってあこの日はわさびの単独ライブがあるからダメだよとかお客さんにそういうのめっちゃ盛り上がってよしじゃあ終わったからちょっと見返してみようっつったら3秒しか映ってなくて「中地?」って言ったらでこの中地が録画する忘れるのってきんぴらもやってるしオードブルもやってるわけさで俺たちなわけだからもう慣れてたんだぜ「中地!」だけ言ったら「ごめん!」あいつマジあいつ一回裁判だなあいつマジ中地録画裁判だよこれあれよしかも中地っつったら、ごめんじゃなくて、あいつ後ろでどうせなんか片付けながら中地っつってビクってね、ごめんって俺の目を見ないで。あいつほぼみんなのライブで一回カメラ止めてるんだ。でも俺はめちゃくちゃ笑ったよ。うん、トークライブもめっちゃ良かった。これ宣伝する。今日ツイートする。何もしてない。嘘つき。あいつ。あ
いつやりやがったやつやってんな。しかもあれよあの、うん、本当にあの、うん、占いとかでごめんなさい獅子座のあなたみたいな感じでごめんなさいとかごめんなさい中地座のあなたライブの動画が撮れてませんデリデリディーだから次中地が単独ライブやるときは俺がカメラマンやりますトライアッシュ俺が絶対カメラマンやる。いや撮ってはいるけど全部アップとかにしよう撮れてはいるみたいな。そうだね。ただあのどこ映ってるか分からんぐらいの。一番あいつが頭抱えそうなのが、うん、音なし映像にします音一切もう聞こえない。おもろ。いや、やってね。それだけでも感謝ですよ。そうですね、うん、撮れちゃいますから、うん、撮れちゃいますから。お客さんの肩の動きであここ笑ってたんだなっていうのは見れますからまだ、そうですね、うん、ありましたね。さすがですね中地くん。さすがですね。さすがですよ高尾さん。桐谷健太さん苦手。そんないいもんじゃないですよ。まあまあ誰だってあ、うん、中地はねイケメン。なんかイケメンってたまに言われてるよな。すごい。あごちね中地ね、うん、なんなんだろうあれ、ね、なんかでも最近めっちゃ言われん。結婚した後から言われるなあいつ。言われるし、あのなんか中地今インスタとかも頑張ってて、頑張ってて動画でねいっぱい出したりとか。で何がすごいかってさ、うん、声かけられるのめちゃくちゃ見るわけさ。あ見る。俺も見るわ。で、うん、今回 F ライブあったじゃん。はい。F ライブ違うところでやったわけ場所。あそうね、いつも違う場所、うん、その違うところの場所で、うん、公民館みたいなところなんですけど、ね、うん、公民館レッスンルームもあって、うん、で舞台もあるわけさ、はいはい、体育館っていうかこの公民館複合施設になってるからね。そう、うん、でたまたま隣がダンススクールで、うん、はいはいはい、だから子供たちいっぱいいたわけさ、うん、で多分そこから流れて、あなんか今日ライブやってる。でいつも親とか多分ずっと待ってるだけで、うんうん、だからちょっと行ってみようかなって、はいはいはい、で高校生の女の子たちも、はいはい、なんかちょっと流れで見に来てくれてたわけさ。あめっちゃいいじゃん。で中地その時司会だったわけ、はいはい、MC でね。で、うん、中地が司会やってて、うん、でじゃあ次の人たちどうぞってやって、で後ろの女の子があれ、うん、なんかどっかで見たことある、はい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 、はい、で中地の TikTok を見てたわけ。あのインスタ、これ、TikTok? この人じゃん、はい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 、あの人芸人さんなんだみたいな。ネタで見る、え見れるみたいな、見れるみたいな、わラッキー。もうみんなあの動画の感じのやつが来ると思う、ね、そうそうそう、うんうん、そしたら中地がパンイチやーまーすぐ下げよったよね、うん、携帯を。違うこの人じゃない他人の皿にだったわ。じゃあ今から単回運営しまーすって言ってパン一で単回運営すめっちゃ笑ってしまったよ、ね、後ろで見てたあれマジ爆笑しちゃった。あいつ俺と同じバイトで言えばバイト先が、うん、あいつバイト終わりに単回運営したいんですよねって言ってうんって言ったけどいや面白いけど、めっちゃ面白いよね。面白いわ。タンカー言えない。タンカー切れよ。あちょっと全部長かも彼今日ちょっと全部長かも。いやカラーギャングやしカラーギャングいるやし。どこがよ。それだよ。せめてカメラに見えるところにいろ。そして俺マジで思うんだけど、みんなずっと同じ仕事しような。どうした急に。なんだどうした。何俺何お前らが芸人辞めたり、これあいつ芸人じゃないぜ。あれ芸人じゃないの。あいつ DJ 兼 FM 技能スタッフだ。芸人じゃないの。ちょっとあれ FM 技能スタッフだ。あれ芸人じゃないわけ。あいつあそうなの、うん、だからもうみんなさ他のお仕事ついちゃってさ、うん、で何年後かにさ俺がさ、うん、独身でよ、うん、昔のさ FM 技能あの見ながらこの時は楽しかったね。嫌だよマジで本当に嫌だよ。やめんなよって。やめんなよ。怖。でも俺がやめたらごめんな。それは。なんだお前。それは申し訳ない。なんじゃお前。でも会いに行くから。それは大丈夫。そういうことじゃないから。怖こいつ。えぐ。俺も、うん、俺今、うん、テレビ買ったから新しく。YouTube で見れるわけよ。はいはい、で最近だって、うん、もうケンさんとかキャンさんも忙しくなってるし、俺も忙しくなってるから都合合わないから飲みに行ったりとか、まあ、ドライブもそんなできないさ、
俺たちが出てる FM ギノは俺見ながらハイボール飲んでるぜ。お前終わってる。あた楽しいよ、ここのとこ俺よかったな。明けさこっちいら、明けさここ寂しい寂しいよ、俺限界を迎えそうだよ。やばいやばいやばい、やばいやばい、俺そろそろ限界迎えそうだよちょっと今日うるましかも今日終わりでうるましかもしれないいや俺だから彼女できんばい、マジでわかるわ、わかる。俺さ、この前だからもうダメだなと思ったんですけど、うん、その先週かな、多分ほぼ先週ね、うん、ほぼ毎日タイガーさん会ってたんですよ金ペラタイガーさん、な、なんださ、俺あ、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 金銭触れたかもしれない、あ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 、木曜日会ってない、木曜日、先週木曜日会ってない、じゃあ大丈夫か。あーあーで笑い取れるようになりました。さすがです先生、ありがとうございます。違う、何よ、何か褒め上手や自分で褒めたんだよ自分で自分を褒めて気持ちよくなってお前あーあーじゃない今、なんでタイガさんとかと会うのに俺と会わないのって話ですよ。違う違う違う、裁判長どう思いますか。いないです、そっち人。あ、そうですね、なんで聞こえてる、怖。それはもう本当に、うんうん、なんすか、なんて言って、裁判長なんて言ってるんですか。君が悪いです。あー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 で笑い取れるなりましたね先生、ありがとうございます、さすがです。いやそりゃ褒めちゃうごめん、褒め上手今度お願いだって、また今日これ良かったから俺もハイボール飲みながらでっかいテレビで見るぜ。でっかいテレビでこれ見んなよこれ見るぜ、これ見るぜ。だから俺最近さ、だから、うん、もうソファーがあって、はいはい、で、はい、わかりますよ。で、俺の家1回行ったことある、うん、テレビあるじゃん、あるね、うん、で、こっち通路だわけさ、うんうんうん、テレビで、だからテレビとつ、テレビで通路挟んでるもんな、で、テーブルがあって、うんうん、で、暗い中、うん、FM ギノワンをこうめっちゃ長い線、うん、俺買ったからそう、わざわざイヤホンね、イヤホンね、親は寝てるからで、上2階だから、親はね、で、こうやってやって、FM ギノワンこう、うん、聞きながら、で、ジャックがこう、こうね、うん、動線のところにあるわけさ、はいはいはい、で、俺ずっとこうやって見てたら、お母さんが喉乾いたって言って、うん、ジャックカッてやってしまって、うん、FM ギノワンが大音量で流れて、うん、あんた寂しいよ、本当になんで、あ、なんでタイガーさんとかケンさんと疎遠になったの、なんか最近、あんたどこも行かないけど、なんで、これまでやるって、お前相当で、なんかあったのって、うん、ケンさん来ない、来る来るよ。そうだね、もう、ケソが悪いね、ヨタは悪くないお前の母ちゃん一回連れてこい、お前おおおおおおいい、いい、一回連れてこいケンさんが全部悪いだ、お前そうだよな、うん、名言残した母ちゃんなあ、だから、うん、唯一、だから、うん、坊主面のケンさんが、はい、あ、まあ、帰りはもう、まあ、もう帰りは当たり前、もちろん相方だから、母ちゃんと会ったことあるんだけど、うん、坊主面のケンさんとは、うん、単独ライブ終わりちゃんと、うん、飯、あ、飲みに行く仲がってさ、ラオウっていう俺がよく行くラーメン屋さん行って、うんうん、朝方まで飲んで、うん、お母さんが帰り迎えに来てくれて、はい、そしたらいつもうちの息子がお世話になってますって言って、うんうん、ケンさんが、うん、坊主面のケンさんね、坊主面ケンさんがお母さんと初めて会った、はいはい、で2回目もう、うん、あんまり会わしたくないから芸人に、うん、でも、うん、こいつら飲み会俺終わってお母さんがもう迎えに来てるからじゃあ帰りましょうねって言って、うん、後ろからトボトボついてきやがって、うん、挨拶しようと思ってね、でもう、うん、乗せようとしたお母さんが、うん、あー久しぶり、あ、なんか初めましてみたいな、うん、こいつはついてきてやがると思って、うん、で顔じっくり見て、うん、なんかいつもちょっとお世話になってます、うん、本当にね、うちの息子が夜ちょっとごめんなさい、いやいや、もういつも楽しく遊ばせてもらってます、ありがとうございます、じゃあまたケンさんつってういーってやって、お母さんがリョウト見送ってね、うん、ブーンってエンジンかけた瞬間、リョウト、みんなファミリーだね
どうもファミリーです。ヨト先生。どうもファミリーです。吉本いないんだよね。みんなファミリーだね。闇営業さん取るときは。ファミリー、うちはファミリーだよ。本当に。うちの母ちゃんも行かれてるから。そうそうそう。いや、いい母ちゃんですね。面白いわ。本当にね。うん、あ、楽しかったですよ。まだ終わんないっすよ、メールあるんすか。あ、メールもある。あ、2通来てるよ。こっちから行く。あ、こっちから。はいはい、こっちから行こうか。お願いします。こんばんは、ラジオネームポムリンです。はい。あ、デコボコのラジオに送ってくるんですね。あ、ポムリンちゃんは、うん、あの、うん、デコボコの、いや結構もう解禁ショーだよね、最近ね。ずっと見に来てくれる。ちょっとオードブルのところに来ないな。でも違うさ、これ言いたいの。オードブルのラジオはの人たちを、俺たちのラジオ来ないよ。いや、さっきのツイキャスのメンバー見たら俺も見たことあるよ、大体。いやいや、でもよ、うん、まあ、まあいいんですけど、何名か見かけるよ、オードブルのラジオ。あ、そうっすか、うん、まあまあまあ全然いいんですけど。そうよ、全然いいですけど、うん、今日はカエリさんお休み、マツケンさんピンチいったなんですね。ありがとうございます、はい。先週は修学旅行を楽しんできました。そうなのよ、修学旅行行ってきたのよ。あ、そうなの。うん、ドラゴンボートで、うん、潮風浴びまくり、うん、小学生と同じくらい、いや小学生以上に楽しめました、はい。来年以降はコースにパイナップルパークが入るように、りょうたさんぜひうちの職場に営業来てください。はい、あの格好で伺います。怖すぎるだろ。スーツ着て、怖あれで、あれでスーツ、うちの顔面あれで。お前運命数この前やってラッキーカラーイエローって言われてもう嫌だって言ってるでしょ。俺ずっと黄色見てる。もうラッキーカラー体にすり込んであるからお前。こんな偶然あるっつって。ずっと黄色。あ、今週末 FEC お笑い劇場デコボコの漫才ライブがあるので楽しみです、はい、ありがとうございます。いつものことですが写真撮りましょう。はい、ぜひ、ぜひ撮ってください、うん、今回天物ですからね、ありますんで、今回カフェみたいな感じですから、ね、ぜひぜひね、ぜひ写真も撮ってください。写真撮れるタイミングがありました、うん、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。りょうとさん、マツケンさん、スタッフさん、ビッグスモールリスナーの皆さん、こんばんウェンズデー。初めてビッグスモール、そっか、俺たちラジオってビッグスモールついてる。そうそう、ダサいよね、うん、なっしゃ、なに、わかるわかるわよ。買いたいマジで買いたい。若気の至り、うん、若気の至り。何する、買えるんだったら。デコボコトラベリングの、うん、ちょっとガチで真剣に決めていい？いいよ。デコボコトラベリングの、うん、おならぷっぷラジオ。あ、いや、チチチラジオもあるのよ。だからその次。ああ、そういうこと。おならぷっぷっぷラジオでまた後悔するんだろうね。するだろうな。でもうラジオのタイトルで、うん、面白いのとかってないよ。いや、面白いのはないよ、うん、面白いのはないけど、あ、うまいなとかあるじゃん。ああ、うちデコボコうまいのできん。申し訳ないけど。いや、その県外の芸人さんとかだとさ、その空気階段のラジオとかさ、あ、たまり場とかね。そう、踊り場な、たまり場だから。たまり場でしょ。違う、デコボコトラベリング、たまり場決定です。たまり場にします。踊り場みたいに言うね。あれ、あれ階段が、名前にコンビニに階段がついてるから、その踊り場が生きるんですよ。たまり場にします。デコボコトラベリングのたまり場、ただの楽屋。違う違う、楽屋だ、ただの。いいじゃん、楽屋とかそういうのでいいじゃん。あ、まあ、そんなのでもいいよな。まあ、深夜に飯してるもなかなかひどいですけどね、我々の楽屋もね。いや、若気の至りですよ。いや、至りですよね。僕は若くない時に考えたんですけどね。いいですね。謎の言葉を考えることが好きな奈良です。はい。マツケンさん、本日お誕生日でしたね。お誕生日おめでとうございます。このちっちゃいイーとちっちゃいウーよ。さすがだね。だすね。初めて出会ったのは私が高校生の初期だったね。高校生の時に俺初期出された時に出会ったの俺。今はグーかな。今はグーかな。じゃあ次はパーになった時に会おうね。やかましいわ。わお、なるちゃん絶好調。今年にニャってから、よく撮るようにニャったね、写真をね。声かけが苦手な私でも優しく対応してくれてありがとう。もろこしいナッツ、絶好調だな、絶好調だな。次トランコから。
明日仕事休みなのかな。何なんだろうな。最後に今月も FEC お笑い以上行く予定だからだからが全部アルファベットだったやつね。この日人、マツケンさんに手紙を出すのありがとうございます。今日誕生日だったからということで、お悩みのテンションで失礼しました。いいね、ありがとうございます。写真も撮りましょうね。じゃあこちらですね、お笑い以上行く、ね、はい、お願いします。あ、なんすか、切り替えの時にガスでボケようと思ったけど間に合わなかった。ああ、そういうこと。さあ、今日は感触持ってるじゃん、あいつ。俺の5個目であいつ。37で感触持ってる大人の男性。終わり終わり。そら引退心配やるわな。みんな頑張ろう。みんな頑張ろう。もっと大事大事大事に生きていこう。大事に生きていこう。今後も。いや、今日もね、楽しかったですよ、本当に。いや、ありがたいですね。あ、うん。ちょっと点脈やっていい？急。あんまラジオ本番中に点鼻薬やるラジオないけどな。2時間とかだったら分かるけど、1時間で点鼻薬やるシュッシュッと入ってるからこれ、おもろいわ。ひふみさんも来てくれたんですね。ああ、ありがとうございます。皆さん、こんばんぽっきんちょ、先週の木曜日に足の骨折ったってば受けるよねって何があった、うん、どういうこと。あいや、大丈夫大丈夫で怖。大丈夫だはずよって言ったら大丈夫じゃなかった。あいや気をつけてくださいね。ゆっくりマジで。でも本当に体も気をつけないといけないですね。我々もそうですけど。いやいや、マジでマザーソン骨折とかそんなのもあるし、俺も最近お腹がさ、うん、痛くてからさ、うん、で俺も思ったのよ、もう、うん、酒も飲んでさ、うん、タバコも吸ってさ、うん、そりゃもう何かあったんだろうなと思って心配になってから、うん、一応エコーとかも全部調べて、自分で切ってから分かったのかなと思って、手の動きも切腹というか手の動きそれ中見た大丈夫だ、うん、エコーでやって結構時間かけてから病院行ってからもう見てもらった。ちょっとこれ危ないかもしれないんでっていう、うん、おじいちゃん先生がね、うん、で何時間か待たされて、うん、全部結果が出ましたっつって、うん、日賀さん、うん、めちゃくちゃ綺麗って綺麗だ綺麗な本当に痛かった？めちゃくちゃ綺麗なんだけど。あと本当にタバコとお酒飲んでる？綺麗だよ。飲んできたの今日。イエス。イエス。ね、最近僕はね、ちょっと生理の保険を。いいよ、もうずっとそれ押してるけど最近はたった時。生命保険に入ったことをずっと押してくれ。営業を任されてるもん。僕に生命保険入った。僕入ったんだ。あなたも。君は僕まだない。あ、じゃあ今からだね。今からですね。そうですね。なんか営業任されてるみたいな。マージン入るんかな、こいつ。大喜利だそうかな。大喜利？この画像にタイトルをつけてください。うん、この画像にタイトルつけて。ラジオでやんない、この画像。おい。はい。キャンさんが真ん中に映ってて、後ろに7月28日各日曜日無料放映、食べ放題飲み放題3300円で、その後ろに、ライジン、スーパーライジンこれのポスターがあるっていうところのキャンさんの3文字しか出てこないよ、やから3文字しか出てこない、やから反射主催者よなんかインフンでたよ、やから反射主催者ブーンですどこがキャンさん、このままでいってよ俺嫌だよ、キャンさん黒髪とかなったら、黒髪になってこっちも全部伸ばしてちゃんときっちりやってたら、昔のキャンさんに戻るだけ、戻ってた俺嫌よ、嫌だね、お家行くよ一回うらましいって、なんですぐお家来るの一回、ハイエースでお家行くよ、なんでお前ハイエース乗ってるの借りてから、借りてからレンタレンタ借りてる、ハイエースキャンさん乗れ乗れ何があったお前、お前の刑事の書でよくないなんでわざわざハイエースで二人だなんで楽しいこのラジオ、こいつやばお前どんだけ寂しいのな俺さ、マジさ、うん、最近思った。何？支えてくれる人が欲しいと本当に真剣に思った。俺昔の俺バカだったらケンさん、俺よくケンさんに言ってた、ケンさんが彼女とか、うん、お前欲しくないの？うん、ってか、たまに俺は人間が嫌いって言ってた。俺だからダメだ。今は。
よくない、よくない、あんなこと言っちゃダメ。支える人がいてこそだよ。人あってこその領土だ。そうだよ。で、専属で支えてくれる人が今欲しい。やばい、ラジオで伝わらない。顔でかかっちゃう。うんじゃないわ。眉毛で今、眉毛で今、お前眉毛で今、俺に会いあいつしたな、お前それそれじゃない。あ、そのお前のそれが今俺に映ってるからな、うん、ごめん。いやいいんだけど別に。そうなの、映ってるの。映ってきてる。あ、いやゲンさん、俺に似てきたか。息子みたいに言うね。俺に似てきたな。俺に似てきた。背中を見て。ちっちゃいなと思いながら。ちっちゃいなって思いながら、ね、背中ちっちゃいなと思いながら、かわいいな。首筋ダメよね、カブで。なんか、うん、あもう息を、うん、だからさっきのあーであれでしたけど、残りも残り少ない、残り4分ぐらいですけど、それから僕ダメだなと思って、ダメだなっていうかもうやばいなと思ってたところです、うん、タイガさんとよく一緒にいるんですけど、うんうん、まあ、家も近いっていうのも、はいはいはい、で、なんだこの、ま、一緒に麻雀やってもするからさ、うんうん、その健康麻雀とかで会ったりとか、別にそのタイガさんと会おうと思ってなくても行ったらいたりとかさ、うん、そんなのもあるから、うん、なんだかんだ会ってて、で俺、まあ、昨日、なんか夜ご飯行きませんかみたいな感じで行って、はいはいはい、で行ったんですけど、うん、月曜日会ってなくて、日曜日は別で会ってたんですよ、はいはい、用事があってね、で月曜日会ってなかっただけで、俺昨日本当に高さんになんか普通にボケでもなんか、うん、久しぶりっすねって言うのいつだったっけ。一日しか会えてないのよ。お前カモーン。そっちカモーン、そっち扉開いてるよ前回で。あ、マジで。お前入った瞬間バトーン、ロックロックロック。それそれそれが、それが怖い、それが怖い。行きたくてもあのそれが怖いから軟禁されるさ、お前のところ。そんな言い方よくないよ。帰りたい時には帰らせてほしい。そんな言い方よくない。軟禁されるから、そっちはその、うん、メンヘラが強すぎて。ケンちゃん、束縛の強いケンちゃん。俺のイメージが下がる。ケンちゃんやめてくれ。私以外と遊んでるんでしょっていう。ケンちゃんよくないよ。りょうちゃんの束縛があるからたまに。俺束縛でしかもなんかなんで最近劇場で、うん、あの笑顔は本当の笑顔じゃないって言われて。俺もう情緒不安定なわけよ俺。違う、だってさ、みんな写真撮った後にさ、うん、これ今これは本当の笑顔ですか、どっちですか、どっちですか。パニックパニックパニック It's a panic! It's panic! あ、もう何秒、あ、もう終わり、 あと2分も。そうということで、もう一回告知します。デコボコトラベリング漫才ライブやります。9月22日日曜日、場所が坪屋演劇場笠になります。会場が18時30分開演が19時になっておりますよ。大人料金が1500円ですね、はい、高校生以下1000円になってます。よろしくお願いします。チケットの予約はデコボコトラベリングどちらかの SNS で予約できます。はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、楽しかったです ね、 今日ね。楽しかったですね。いやー、また行くときは、ね、あ、ティンクルちゃんも来る予定みたいですよ。はい、お願いいたします。はい、ぜひ皆さん漫才ライブもその前の日一応オーラ劇場ありますんで、はい、よかったらもうライブ2日間楽しんでいただけたらと思います、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、楽しかったね、昔の漫才って楽しみだな。どれかなと。いや、昔って言ってもちょっと前のやつ、まあ、1、2年前ぐらいかな。あ、そうですか、うん、初期のネタとかできる。いや、できんできんよな、うん、もうな、もう無理だね。難しいです。いや、あの時はカイリーが考えてたから。はいはいはい、まあ、それが悪かったってわけじゃないけどね。うん、なかなかこう初期の頃のネタってやりづらいよね。見れないからね。うん、俺なんかあんま変わってないから。でも分かんない、どんなかな。いや、でもケンさんたちオードブル組んだのは組んでもう5、6年かな。5、6年か、そっかそっか。そうっすね。俺たちちょっと俺どんな漫才やってたかな。あ、まあ、確かにヤシガニチョキチョキ漫才とかやってたけど、あれ貞子、小ジャミサコ、マジで神、わらび神、あれも面白かったっすよね。だけどね、はい、懐かしいですね。そんなのもありつつですね、うん、はい、ということで本日、はい、もう終わりますんで、はい、本日ピンチヒッターで、お邪魔しました。踊る松田健吾とデコボコトラベリングリョウドでした。また来週、バイバイ。よし、楽しかったね。お疲れ様でした。面白かったね。面白かったですね。うん、じゃあタバコ吸いますか。そうですね。はい、ということでありがとうございました。はい、来週は帰りに来ると思います。バイバーイ。バイバーイ。